はい、どうもトラキチの無課金ハオロード12球団編です。今日でログインが、562日目ですね。はい、現在2021年6月22日の、16時5分なんですけども、プロスピコロシアムの長打を、累計全部終わりましたんでね、一応僕全部やりましたんでその結果出てますんでね、ご覧いただこうかなと思います。はい、トップランクランキング1位、記録が253、打率7割5分、安打が150、本塁打41、打点115、打席200ということで、一応ですね、まあ、まだ僕しかやってないかなとは思うんですけども、253、1位で、まあ、結構差ありますんでね、まあ、これはまあ間違いなく1位取れたかなと、まあ、阪神純正編の方もね、まあ、ほぼ間違いなく1位取れたかなということで、どちらもまあ1位になれそうな感じなんで、非常に良かったかなと思います。はい、まあ、1位になれたということで、この報酬のね、このランキング報酬1位、第4代長打王のスペシャルアイコン100エナジー3万スピンメダル10万コインと、結構いい報酬もらえますんでね、非常に良かったかなと思います。はい、まあ記録が253、阪神実際280何倍だったんでね、ちょっとこっちの方が、苦戦はしたんですけども、なんとか1位は取れそうです。はい、それでは、その累計報酬 S ランク役所開封したいなと思います。いきます。一番下かな、一番下になると思うんですけども、はい、これですね、プロスピコロシアム累計34試合達成の報酬 S ランク役所、まあ、このアカウントね、12球団編ということで12球団で選手集めながら純正ソフトバンク組んでるんですけどね、まあ、できればソフトバンクのね2021シリーズ1の持ってない選手出てくれるのが一番いいんですけどね、まあ、他の球団やったら、まあ、有能な選手 A ランクいっぱい持ってる選手とかね来てほしいなと思います。それではいきます。 S ランク役所開封します。お願いします。選手来い。さあ誰来るか、できればソフトバンクの持ってない選手来てほしい。さあ誰、大城選手、巨人ですね。大城選手僕 A ランク持ってないですね、巨人ですよね。ちょっと能力見ますね。ジャイアンツ、ここですね、キャッチャーですよね。はい、大城選手、はい、守備が保守 C、 弾道中弾道ミート70、パワー71、走力59ですね。ちょっとね僕 A ランク1枚も持ってないんでね、厳しいかなまあまあでもそうですね、はい、良かったかなと思います。はい、まあとりあえずね、今回プロスピコロシアム、コロシアムのね長打を、まあ、1位なんとか取れそうなんでね、それが一番良かったかなと思います。ちょっと S ランク役所、そうですね、A ランク持ってない選手、大城選手だったんでね、ちょっと残念ですけども、まあ頑張ってやっていきます、これからもね。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラキチの無課金ハオロード12球団編でした。